さあ、デッドバイデイライト、パッチ来てから初ナース。いや、ちょっとね、やっぱびっくりしたのが、今まで PTB で予告してなかった、サバイバーがオブセッション必ずなるっていう、オブセの、例えば DS、持ってない全員持ってなくてもそのオブセッションにパーク関係なく一人は必ずつくっていうパークアドン、オブセッションが選ばれる必ず一人、これはどうなんだろうな。まあでもランスだから別にまあどうでもいいっちゃどうでもいいけど、ただね、さっきからナースちょっとアドオン回してるんですけど、何回か BP 余ったんで、儚い息切れのアドオンがなかなか出ないんですよね。これなくなったのかもしかして誰かナース使いの人いたら、結構ね BP あったからナースに突っ込んでたんですけど、アドオン一回も儚い息切れ出なかったんだよな。ちょっとバグかな、それとも何のパッチのあれには書いてなかったけどな、ナースのなんかアドオンでバグがあったらしいけど、それのナースの調整みたいなアドオンはあったけど、あれ、オボブいない？気のせい？OK。怪我の子？まあどうなんですかね。そこに2人ぐらいいなかった。いや、なんか見れちゃう。いやーマジで。すげー。おやる。それは無理。待って待って、それはそれは狙うぜ。デッハありそうだけどな、さっき使えなかったのかな。あ、使ったっぽい。これむむ、怪我の巧妙だね。あ、もう一人いるな。オッケー。いや、早すぎるな。いや、あのネア釣りたい。もったいね。いや、これ削りたい。そこにいるんだよな。いるね。よし。入っ
ってる。オッケー。エッハやっぱあったか。さっき使えなかったんか。これはもうストライカーっても担いじゃいましょう。よし、そこやってんな。ここの裏にいたからどっち行ったかな。あ、これも、そこ裏いるね。え、今いなかったか。え、なんかモーションさ変わった。あれ担いじゃうか。なんかモーションさ、ロッカーモーション長くなってない？ちょっと。でもいいけどな。でっかない、完全に溜め切ったけどな。間が大事ですからね、ナースは。意外と猶予あるんですよね、攻撃出すまで。ドワイト映んなかったぞ。みっけ。ちくしょう。でかんのかな、これ。やば。そっち行く。切り返すか。オーケー。この人釣ってないから先にドワイト釣りたいけど。まあいっか、先釣っちゃうか。あんま長いこと放置させてても。脱出でもあるんだよな、ワンちゃん。この人は ドワイトさ結構。どこ？やべ。いや、映んなかったからこっちにいるとは思うんだよな。あ、いるわ。よし、 OK。怪我の褒めをつけてる人ねやか。
まあでもナースは大丈夫かな、マップによるとは思うけど。まあまあナース使っててよかったー このトホキラーは怪我の効能かなり厳しいと思うな。ランク高えな。やっぱつけてるわ。傷跡が赤い、結構ね。結婚や赤い傷ね。マッシュアート。いや、めっちゃつけてるやん。ボロ体が意外と少ないな。トホキラー使うときがちょっとドッとしますね、これ。と BP 回してみましょうか。儚い気入れはね。これもしかしてサイレント運営。ああ、今ので使い切っちゃったな、全部。これ絶対ね、一周回りきれないか、これ。あ、回りきるわ。あ、出たー。よかったよかった。たまたまか。結構3周ぐらい回したんですけどね、なかなか出なくて。よかったわ。普通に出た。はい、ということで、今回パッチ後初ナースでした。では。